本日奈良市では3674名の方が成人を迎えられます。皆さん方はこの晴れの日の門出を人生の新たな出発点として夢や希望に胸を躍らせておられることだと思います。早い20年もあれば長い長い苦しい20年もこれから待ち構えていくことだと思います。人間の人生は奈良の長い長い歴史の中からすればほんのごく一瞬でしかないかもしれません。しかし皆さん方が自らの意志とそして力によってこの町やこの国をしっかりと守っていこうという高い志を持っていただければ大きな大きな歴史の一歩に皆様方の奇跡を残すことができます。奈良は日本のふるさと、美しい自然と優れた文化遺産を守り、古都に住む者にふさわしい自覚と誇りにいきましょう。奈良は未来を開く町、青少年は健康で、はつらつと、正しく、強い人間になりましょう。奈良は全員の町、みんなの幸せのために、お互いに助け合いましょう。奈良は清潔で平和な町、旅行者には温かく親切に接しましょう。奈良は伸びゆく町、市民の総意で伝統と調和の取れた新しい住みよい町づくりをしましょう。平成26年1月13日、新成人代表斉藤優子、松上直樹、吉岡剛、思いますが、私が伝えたいことは、夢を諦めないことです。僕の小さい頃の夢はプロのスケートボール選手になりたい、そんな夢でした。その中で、いろんな挫折もありましたし失敗もしましたし、でももう僕にはできないだったりとかもう無理だだったりそういうのは諦めることはありませんでした。その中で、2年前、プロバスケットボール選手として、プレーできることになりました。で皆さんもこれから、目標だったりだとか夢だったりだとかそれに向かっている最中に必ず失敗だったり、何か自分にはもうできないなだったりそんな風に思うことがあると思うんですけども、でも諦めなければ必ず夢は叶うと思っています。なんで、その夢や目標に向かって、一生懸命努力してください。